アートの世界の入り口はいつもそばにあったあなたに必要なものはほんの少しの勇気虹の階段を越えればそこは新たな希望にあふれた世界 音楽の時間エッセイの時間となっていますホームルームやってまいりましたルーアートの時間です六、えー、月のルーアートーお送りするわけですけれども、えー、やっぱりもう暑くなりましたね、はい、なんかどういうのか私はあのー この大阪っていうところにいるんですけど大阪で過ごす初めてなはずなんです。ああそっか滋賀県ましたもんね <laughs> そうそうということはとあ滋賀県はあの寒い時は寒いんですけど <laughs> あ大阪はなんか夜もあったかいような気がするんです。<laughs> <ん>これはちょっと初めての経験で、えー、夜ね汗かくんですよ。えっと でこれはやっぱり暑いから汗をかいてるんだろうと思ってあもう今頃からこう時々クーラーを使ってるんですけどあ、ね、節電の、えー、大切さを呼びかけられてるのにこんなのでは <laughs> いいのかなと思ったけどまーねーあね、のー、やっぱり自分の体がね,そうですねおかしくなると,と困るんで、えーうん、そういうわけにもいかず。 これからますます7月8月って暑くなるはずですからどうしようかなと思ってね心配してるんですけどえ先日ねテレビを見ててえもう本当に今あの日本の国内もういろんなニュースがあって大変ですよね。激動のの日本っていうのは、うん こういうことを言うのかなと、<laughs> <laughs> ちょっと大げさな気はするんですけど、でもなんか原子力発電をまた再開するとか、いろいろこう言われてて、本当に大丈夫なのかなと思うことがあったり、それと、まああの、まあ日本の国自体がというより、世界的にね、今ユーロ圏も大変だし、 えー、中国もなんか問題はいろいろあるみたいだし、えー、おとなしい国はないのかなっていうぐらいの世界の情勢ですけどもう本当にあのいつ。 何が起こっても <laughs> 仕方がない、うんえー、いやこの間ね本当とにあのうちのすぐ近くの江戸川通りって言うんですけどパトカーがプワーって朝から走りまして、うん、それもちょっと普段の音と違うあの音量なんですよ<ー>そしたらあの逆走してるんですよ <laughs> 車が逆に走っててでその車を追いかけてで結局ここは追いかけてたその江戸川通りの あ通りだけなんですけど、はい、もうちょっと先に行って、えー、と警官が発砲して、えー、合計5発追っかけてた車がタイヤに1発とそれからガラスかなに1発当てたのとそれから3発はなんかその犯人に向かって、えー、撃ったんです。 で、それは、結局、パトカーに向かってきたんですよね。その、相手の逆走してた車が。<laughs> すあ、ね、もう、本当に、すごい至近距離だったみたいで、うん、確実に当たったみたいです。あの、うん、ああいうふうに当たるっていうのは、もう、本当に、近く、で、打たないと当たらないっていうね。うん、で、それは、もう、あの、警察の方も、あの、警察の責任じゃないと。うん、<laughs> ほっといたら、自分が、ほら、また、いうような。ことです、<laughs> ですね、そうそう、だから。えー、なんか、あのー。 映画じゃないですけどえすごいのがすぐそこで <laughs> あったんでちょっと驚いてますけどテレビでそのニュースを見てあの驚いた始末ですけどもうなんかあの去年から地震ねあって津波があって、えー、原子力発電がどうのこうのっていうことがあって。 もうなんかあのやっぱり今生きてると自分たちはあこれで普通かなとはみんな思ってないですよね。そしたらなんかやっぱりこの間テレビで「激動の日本をお過ごしの皆さん」っていうねちょっと面白い話をしてる人がいて「はあそうか我々は激動の日本を体験してるのかなと思ってますけどまあルーアート、えー、今日も元気に。 スタートしたいと思います。えー、もう最近すっかり慣れて、え小西君と私の二人でいますので、<laughs> <laughs> 今月も <laughs> えー、ドゥアとよろしくお願いいたします。ますでは、はい、スタート。ート音楽の時間。わかちゃんのミュージックドラム。 先月あの私が音楽家という,う種,種類っていうのかなの職業を選んだあのプロとして初めていろんなことをやったお話をした時に、えー、兵庫県の稲川町というのを紹介したんですけども今月ですね今月はあの私が音楽家になって あ本当に元の話なんですけど、えー、音楽家になれるかもしれないというような、えー、状況を作った、えー、東京芸術大学というところへ、えー、私は入学したわけですけどもそこのお話をちょっとしたいと思います。えー、私は、えー、いきなり関西からパッとと東京へ受験生として 行ったんですけども,もう本当にあの効率のいい受験生だったみたいで東京芸大の入試が終わらないうちに東京芸大の担当の教授からお電話をいただいてあれはどうして電話をいただいたのかいまだにちょっと。 面白いなと思うんですけど私が指示してた、えー、京都の先生がその、えー、東京芸大の教授の愛弟子だったみたいなのでそれでなんかずっと連絡がついてたみたいなんですよ。でも本当に合格発表これは今こんなこう公共の <laughs> あのあれで発表しちゃうとちょっとまずいんですけど合格の 発表の前になんか電話をいただいて「君はあの私が面倒を見るからえぜひうちに来るように」ってそういう電話をいただいたんです。で自分でちょっと不思議なんですけど合格発表一応言ったんですけどえほとんどあー何とも思わないというか初めから自分の名前があるということが分かって見た合格発表というのはちょっと。 他の人の人味わえないようなもう、見に行くときから、あの、すれ違う受験生が、よーよーとか言って、でもよろしくなとか言って、えみんなよく分かってるのかなと思って、ちょっとまあ、あの、受かってるっていうことが分かって、もうゆっくり行ったもんですから、なんか合格した人が、もう僕のことをよく知ってるのかなと思うぐらい、なんか、友達っぽい挨拶をしてくれたもんで、いまだに、 えー、この事件は本当に誰の事件なんだろうと思うようなことでした。えー、東京芸術大学というのは、えー、東京都台東区上野公園という,う公園の中にあるんですけど、えー、その上野公園というのはまあ、えー、一般的に言われるのは西郷さんの銅像があって、えー、春は桜が一面に咲いて、えー、お花見の名所です。 だからもう本当に春4年間通ってましたけど春のその4月5月に、えー、ゴミの山があるんですよ上の公園もうガーッとねあの本当に下手すると4畳半一間の家1軒ずつぐらいあの公園の中に何軒かあってそこにゴミがバーッと上に載せられてて「へえ」と思って「東京はやっぱり人が多いのかな」と。 思うのと同時になんでこんなゴミが <laughs> できるんかといつも不思議な、えー、ことを覚えてますけどね、えー、この上野公園という、えー、場所は、えー、そうですね寛永寺っていいまして、えー、徳川家代々の菩提寺なのかな、えー、そういうお寺もありますし、えー ちょっと離れた時ところに忍ばずの池って言って、我々は学生時代にその忍ばずの池に、100円で1時間60分から乗れるボートがありまして、ボートに乗って、変な、あの、あれですけど、ボートで鬼ごっこするんです。オールでバーンと相手のボートを続くと、タッチっていうので,で、わーっとこいで逃げて、 で相手のオールが迫ってくるまで逃げ切るかどうかっていうようなね鬼ごっこした思い出があってでももう60分で必ずボートを返さなきゃいけないので60分で必ず終わる鬼ごっこっていうのをしてましたえ私はですねその東京芸術大学を卒業したんですけど4年間の大学生活の中で、えー 最初の頃は、えー、上野公園じゃなくて、えー、もうちょっと外れた練馬区っていうとこですけどもそこにあの男子寮があるんです東京芸術大学の男子寮で。で私は別に寮は入ってないんですけどその練馬区の、えー、西武池袋線っていう線がありましてそれの江古田っていう 3つ目ですけど池袋から3つ目の駅の江古田っていうところで下宿ししておりましたでその下宿してた、えー、まあ前に日本大学芸術学部っていうのがありましてこれは今はちょっとなおい感じなんですけど当時日本大学芸術学部っていうのはそうですね映画を志す人がまあまあ,あちょっとありましたけど。 あのそんなに音楽の分野はあパッとしたものがありませんで、えー、ただあのタレントがいっぱいいまして、えー、僕もよくあのあすれ違ったのがあ三木勝彦ってもう今は全然あれですけど当時、えー、肩で風を切ってて売れてた歌いい手がいますその人がよくエコダであ僕とすれ違いましたけどね。えー、最初はそのエコダに ししばらくいましたけど、えー、やっぱり学校の近い方がいいだろうというので、えー、その台東区の上野公園をずっと先へこう進むというか歩いていきますと谷中、えー、っていう場所がありまして谷中の墓地っていうお墓ですよね。お墓が延々にある 企画があるんですけどそこにお墓参りに来た人が必ずあのお花とお水をちゃんと用意してもらってお墓参りができるようにっていう「おもだか屋」っていう、えー、書き方をしてましたけどそういうお店が、えー、3軒ぐらいありました谷中の墓地には。その中の1軒のおもだか屋の2階に、えー、下宿してまして。 えー、上に4部屋ぐらいあったんですけど全員東京芸大生で、えー、なんか芸大生の巣みたいなところでした。でその谷中の墓地でこの間久しぶりに、あのー、近くを通ったもので寄ったんですけども、えー、見ましたら僕が下宿してたところのほとんど正面に徳川 家信って書いてあったと思うんですけど、第六代将軍のお墓がありました。え、こんなところに将軍の墓があっていいのか？徳川家は関係時間があの入れなきゃいけないんじゃないかと思ったんですけど、えよくあの後でちょっとだけこの徳川家のあ歴史を見たときに、えー、確か後継がなくて徳川家 家康かあとですねえー、家光の時もそうですけどもえー、御三家じゃなくて本当に世継ぎがなくなった時にえー、どこから来たのかな水戸水戸から来たかなえー、その辺ちょっと不確かなのでまた興味のある方は調べていただきたいんですけど、えー、そこの「家宣」って確か読むんだと。 思います第六代将軍に、えー、抜擢されたんですよねでも本人が全然その気がなかったみたいで将軍職としては、えー、別に大したことは何にもしてなくてだから本人もただもうほとんど一般人として、えー、暮らしてたいと思ってたのかどうか知りませんけどその一般人の葬られている谷中の墓地にお墓があるんです。ただだそれだけの あの国のやっぱりねトップですからあの大きいお墓ですけどであの一応案内図もしっかり書いてありましてそれを学生時代は全然気がつかなくて、うん、何しろ谷中の墓地っていうのは、えー、ほとんどそうですね、うん、お墓参りなんてするう気はありませんから。えー お花見だけですね今覚えてるのはお花見の時はやっぱりさすがに人がたくさん来まして上野公園から谷中の墓地を通ると日暮里っていうところまで出るんですけどあそっちの方へ人が流れてましたで今考えるとその徳川家の部もそうですけどその、えー、日暮里へ抜ける途中に森外の 離れって書いてあったんですけど、多分ずっと住んでたところじゃないんですけど、森岡が、えー、時々こうなていうかな、えー、寄る場所があって、それあの見に行ったことがあります。今までに覚えてるのは森岡っていう人は、えー、少し興味があっていろいろ調べようと思ってたんですけども、その森岡がこんな辺にあの自分の あのちょっとした吾妻屋みたいなもんですけどねなんかそういうのを持ってたっていうのがすごい私はあの嬉しかったんですけどねでそんなわけで谷中の墓地っていうのは私にとっては大学時代の思い出の場所です。でただ一つ面白いのは 学生時代にみんなあの学校で練習してるはずなんですけどなんか室内役を合わそうとかいろいろ話した時に大体あのみんな学校にいないんですでまあこれはちょっと管楽器だけに言えることだと思いますあ弦楽器もいましたねえー、メンバーを集めるのにまずどこからあの探しに行くかちょっとパチンコ屋です パチンコ屋がやなんかの墓地にありまして、そこで一生懸命パチンコの玉を出しているのがビオラの彼。それからあとまたもう一人クライエントが欲しいなって,って集めるときに必ず探しにいくところは麻雀のジャンソーです。それからファゴットの彼を探しに行くときはビリヤード。もう本当にいろんなの <laughs>。 遊戯場というか遊ね遊ぶ場所にみんなあの散らばってましたのでえー、おいこれから練習するよという時に必ずそういうお店をパッパパパッと回るんですそうすると全員メンバーが揃うという非常にあのこれは夢のない話かもしれませんけど <laughs> みんな遊び好きであのまあ日本の大学ってみんなちょっとそういうところがあるんですけど あのー、でも4年卒業してる、あのー、終わった時にはどういうわけか毎日コンクール1位とかなってるんですよねだからあれがちょっと不思議もともとできて入ってて、うん、学校の時にあれだけ遊んでも大丈夫まあだから本当はあのー、音楽っていうのはやっぱり遊び上手じゃないと。 ダメかなとかいろいろ考えることありましたけどえそんなことでえ私の学生時代の思い出の場所谷中東京都台東区谷中七丁目ちとかにいたんですけどねえーえー今日はですねそれをちょっとこじつけみたいになりますけどあ去年の話ですけど NHK の大河ドラマで「おごう」というのをやってましたね。これはまああの 織田信長、豊臣秀吉、徳川家康までずっと関わったお姫様が最後は徳川家の多くのもう本当にあの実力者として将軍も自分のところから出すというようなね人でしたけどそのお坊の「太鼓泥棒」のメロディーをちょっとクライネットで吹いて。 今日のお話を終わりたいと思いますどうもありがとうございました <laughs> 検索は「表現者の憩いの場所」エッセイの時間「きょうの国から明日の国へ」「高速道路を西へ午後6時」「まもなく夏至を迎えるためこの時期の太陽はまだ高い」「雲間から顔を出す太陽は まだまだ元気があり、夕暮れ時の弱々しさを感じさせないでいる。滋賀から京都へ抜ける。山に近づくに従って少しずつ高度を下げる太陽。山を一つ二つ越える。広がる京都の街並みに山の葉はまだ遥か。つまりまた 太陽が高くなったように感じるのだ。今自分は、暮れかかろうとしている今日という日を追いかけて走っている。夕闇に包まれないように、早く早く太陽が低くなる。もう少し、あと少し、今日を終わらせないためにアクセルを踏む。京都から大阪、 沈んだはずの太陽がまた昇っている。六時半。滋賀の町は夕闇が支配する準備を始めた頃だろう。僕は逃げる。夕闇から、まだ今日が残っている。豊中。太陽は眩しさを失い、代わりに赤みが増す。 六甲山の上の雲の中に滑り込む。西宮を過ぎると太陽はまだ少し高い位置にある。しかし白い灰色の雲に包まれた太陽は最後の力を振り絞り雲間から道路を照らす。夕闇の支配を受けるのも時間の問題だ。でも抗う。 午後七時、家々に明かりが灯る。夕闇とともに明日の国が押し寄せる瞬間。太陽を飲み込んだ灰色の雲は、ほんの少しの朱を残し、最後の抵抗を見せる。その隙に車はさらに西へ。すると火災はまだ明るい。夕闇の手をすり抜けたのか。 そして、とうとうこの時を迎える、七時半。思想史山崎で甘んじて夕闇の支配を受ける。今日を見送る。こんなに夢中に、今日という日を追いかけることはない。いつもなら、なすすべもなく夕闇を受け、明日の国の支配を受けてしまう。不細工で不器用な形でもよい。 精一杯、今日は抗い、その上で明日を受け入れる。そのようなこともたまには良いかもしれない。今月の宿題。今月の宿題。6月。今月も頑張ろう日本シリーズ。えー、今月はもう広島県。 広島にちなんだ風景など写真や絵画歌などにして投稿してください。宛先は広島アットマークドゥアートドットインフォ小文字でですね H-I-R-O-S-H-I-M-A D-O-A-R-O-S-H-I-M-A アットマーク、 rt.dot.info です。えー、皆さんの、えー、応募をご期待、ご期待ではないか <laughs> い、あの待っております。よろしくお願いします。ホームルーム。えーもうエンディングの時間になりましたけど、六、えー、月はあ私はですね。 6月の21日に、えー、例によって安土町の初夏コンサートもう皆さんに何度もお伝えしてますけど、えー、第3木曜日なんです6月21日、えー、お昼間のコンサートなので、えー、来れる人は来れる来れない人は来れないと思いますけど、えー、2時から、えー、文芸セミナリオというホールで、えー 今月もやりますで今月はちょっとね面白いのはその21日に安土でコンサートして、えー、この間パソコンで一生懸命探してその夜トルコ航空という飛行機会社の飛行機に乗って、えー、6月22日は<ー>、えー、ベルリンで <laughs> <laughs> インターコンチネンタルホテルというところで、えー、もう純粋なコンサートじゃないんですけど、えー、講演会と えー、コンサートをまとめたようなものをあの夕方です、ね、やりますベルリンにお住まいの方 <laughs> いや関係者しか聞けなかったような気がしますけどえっ、ー、と欧州で、えー、薬の販売を一手に一手じゃないかわからないですけど、えー あ牛耳ってる日本の製薬会社の <laughs> すごいことを言いましたけどのあ皆さんのそのミーティングじゃないななんかパーティーに呼ばれてるんですでそこでまあクライネットも吹きますけど、えー、ちょっとしたあーヨーロッパで生活した日本人っていうような話をすることになってますもうだいぶ忘れてしまったんですけど まあ頑張ってやっててやきます <laughs> えその後ですねもう6月は一応ドイツを回って帰ってくるつもりですだから「ミュージックトラベル」はまたヨーロッパになりますからでもせっかくせっかく日本の話をちょっと続けてるから私の考えとしてはえ音楽をこう なりわいとしてどういうふうに、えー、旅行をしてきたかみたいなねうん、うん、形にまとめてしまいたいので、えー、ぜひそっちの方で頑張って行ってみたいと思ってます。あでまたあのねヨーロッパの話はねまたまとめて別の時にずっと、あのー、やれると思いますし、えー、今度は頑張って動画をたくさん <laughs> 収録というのかなえ皆さんはあの梅雨ですからえお体に気をつけてどうでしょうねやっぱりかなりなんとなくですけどこれから迎えるんで分かりませんけど梅雨入りもちょっとなんか変な変っぽかったんでえ梅雨がなんとなくだらだら ななりそうな私は気がしてるんですけどだからもしそうなった場合はぜひあの健康管理をしてください私ももう本当にちょっとここのところ自分でいろいろ苦しい思いをしてくるんで本当に体調管理をこれからしっかりしなきゃなと思ってます。皆さんもぜひこのこの天候が不順になるとということはあの ね、体にいいことではありませんからぜひあのしっかり体調管理をして、えー、元気で、えー、暮らしていただきたいと思います <laughs> 小西君もぜひ元気で、ね、あこの人は大丈夫みたいなそうですね小西んの <laughs> あそうですかそうですね今年はもう山に登ろうと。うん 六月はどか行きますか？その山関系。六月は筑波島に今ちょっと行ってこようかなっていう。そうですか。筑波島。筑波島。ま懐かしい。あとあの安土の方の山ですね。観東事情とかの方の。あそうですか。ちょこは伸六月の二十一日ぐらいに。そうね。ちょね。来てもだったらもしなんかあれだったら撮影も。すごい。そう追加つけますけど。あ。 毎月いいですけど」とか言って「そうですか向こうで会えるといいですね」はい、うん。でまたあの連絡を取り合ったりして「やるということで」と言いながらいつもやってるんですけど、えー、一度そうですねあの外でエドワーとのー収録を一緒にやるっていうのはねいいと思います。 なんか視野と言いながらあなかなかできないのがこの <laughs> <laughs> 最近なんですけど、えー、そろそろやりたいですね。そうですね。うん、映像も使い始めましたし、ね、あそうですね。と、うん、そうそう。あそこはホールは鳥がやりますからね。うん、うん、あのー、来てもらってあそれはいいかもしれない。うんということで。 えュドゥアート、と今月いかがでしたでしょうか。えー、また、あの、来月、それでは、お楽しみに。